ホロフェルネスの首を切るユギトは、イタリアの画家、アルテミジア・ジェンティレスキが1620年頃に描いた絵画。カラバッチオ、ホロフェルネスの首を切るユギト本作は、1598年頃に、画家、ミケランジェロ・メリージダ・カラバッチオによって描かれた、同名の作品に習って描かれたものとされる。フィレンツェのウフィチ美術館に所蔵されている。旧約聖書のユディには、 ベトリアという町が将軍、ホロフェルネスの率いるアッシリア軍に包囲された時に、町の住人であり、未亡人のユリトという女性が、次女と共に敵の陣営に乗り込み、ホロフェルネスを誘惑し、酔いつぶれた将軍の首を剣で切断する、という一説がある。バロック期には、この場面を描いた作品が多数発表されており、本作もそのうちの一つである。年、ね、若い二人の女性が、 ベッドの上に体を横たえている男性を押さえつけながら首を剣で切っている様子が描かれている。背景は闇に包まれている。剣の柄の部分が十字架の形状をしているが、これは彼女らの行為が神聖な目的で行われていることを示している。画面右側の女性は眉根にシワを寄せており、右手で剣の柄を握り、左手で男性の頭髪をがっしりと掴んでいる。 衣服の両袖は託し上げられている。肩があらわになっているほか、胸元も覗いており、そのあたりに持ちしぶきが飛び散っている。ブレスレット画面後方に描かれた女性は、服装から次女と思われる。彼女も袖をまくり上げており、男性が動かないように全身で押さえつけている。男性は、髭を生やしており、がっしりとした体つきをしている。 右腕を伸ばしているが、目はうつろになっており、口は開かれて、歯が覗いている。シーツの上に滴り流れ落ちている血と、動脈から勢いよくほとばしり出ている血が描かれている。血は、剣を握る女性が左腕につけているブレスレットの方にも飛んでいる。ブレスレットには、月や狩猟などを司る女神、ディアーナが描かれている。これは、ディアーナのギリシャ名がアルテミスであることから、 本作の作者がアルテミジアであることを示している。ありがとうございます。